高速道路入り口です。その先料金所です。はい、皆様こんにちは。おはようございます。岸茶川です。2020年4月の15日水曜日朝の9時41分です。9時41分はさすがに朝のって言わんといか。おはようございます。右方向高速道路入り口です。まあまあグダグダの始まりでございます。はい、今から、和歌山のみなべというところにおりますが、大阪に帰ります。阪和道みなべインター乗ります。まもなく斜め右方向です。左が白浜、右が大阪となっております。制限速度70キロです。150キロポストあたりですね、今。150キロです、今。9時43分。大阪市まで136キロとなってございます。阪和道北行き、和歌山大阪方面行きです。現在、みなべから、どこや？まあ、みなべのあたりです。南まで10キロ、五郷南まで18キロ、大阪146キロとございます。すいません、本日の車、いつも通りの大型車とか大型トレーラーではございません。中型でございます、4トン車。中型を珍しく乗っております。で、ちょっと80何万キロやこれ。878,163キロという大型やったらね、まだこんなもんかなみたいな感じなんですけども、中型で87万キロちょっと走りすぎかなみたいな、そういうボロッチー車乗っております。ですのでノイズがきついのと振動が激しいのと、ちょっとドライブの予習の動画なんですけれども、正規版ということではなく一度ご案内しますよ程度の感じにしておきまして、とりあえず今日走った感じはこんな感じでしたという記録として残すっていうぐらいの意味合いで留めておきます。画質もよろしくございません。で、天気だけかな、いいのは天気がいいぐらいで、画質ね、かなり悪くなるかと思います。もう自分で乗ってても乗り心地悪いので、カメラの乗り心地なんかも、そう想像に耐えるものがございます。はい、そういった断りをしておきまして、東岩代トンネル 980m、 東と西とあるんですよね、これトンネルが2つ続きます。今みなべインター乗る前に
あのちょっとローソン寄ったんですけれども、ね、あのなんで寄ったかというとお腹空いてたわけじゃないんですよ。パン2つ買うてきたんですけれども、パンが欲しくて寄ったわけじゃないんですけどもね、梅酒を買おうとしたんですよ私。せっかく和歌山に来てみなべまで来てるんだから、ね、南高梅とか、まあ、そんな梅干し買って帰っても仕方がないので、あのお酒が欲しいなと思って、まあ、お酒っていうようなお酒でもないんですが、まあ、和歌山の方に来たら干物を買って帰るか、あの梅酒を買って帰るかみたいな感じなんですけども、はい、その前すみません、西岩城トンネル 600m、 ローソンもね、あのお酒を取り扱ってるんですけど、長屋の梅酒しかなくてですね、別に長屋の梅酒が悪いということではございません。長屋の梅酒も大変美味しいんですけれども、あの和歌山のあのうちのメーカーというか、まあ、長屋も和歌山やったかな、どうかは分からんけれども、地元の酒蔵みたいなところでやってるようなやつがいいなみたいな、いつもあの2000円ぐらいの梅酒を持って帰るんですけれども、そういったものはなく、全然関係ないあのワインとかウイスキーとかそんなばっかりで、梅酒の品揃えもうちょっと良くしてくれたらね、あのお土産屋さん寄らんでいいんやけどね。南の、パーキング3キロと君湯浅が32キロやったかな、島田トンネル960メーターです。
ただ単になんとか出口っていうふうな言い方で、なんとかインター出口っていうふうには言いません。まあ、そういうふうに区別してお伝えしますのでよろしくお願いします。南トンネル 370m、 ものすごくピューピュー言うんですよね。今日車がピューピュー言うてんのか、風が強いのかちょっと分かりませんけども、39.8km コスト、9時51分、まもなく南出口です。南出口出るとね、県道28号になってますね。カーナビで見た感じそんな感じです。国道42の近くには出そうにないですね。はい、南出口、あ、南インター出口、南入り口もありそうですね。南インター出口は 139.2km コースと9時52分、続きまして南インター入り口です。139km ポスト、138.9km ポストあたりで合流がございます。9時52分、大阪方面、吹田方面向きですね。大阪の吹田インター、吹田ジャンクション、名神吹田、近畿道吹田、あのあたりから、138.6km ということで km ポストが打たれております。38km コストで9時53分、この辺り1車線の区間は制限速度 70km です。今現在右手ご覧ください、工事してますよね。これ2車線に、片側2車線にする予定だと思います。五門南 7km と広川 18km やったかな、ちょっとちゃんと読めませんでした、ごめんなさい。これ有田インターぐらいまでしばらくずっと工事してるんですよ。でおそらく今対面通行で、ね、片側1車線の道路なんですけれども、これ将来的に2車線2車線にするんじゃないかと思われます。待ち遠しいですよね。今も70キロぐらいで流してるんですけれども、後ろも5、6台つながっております。70キロの道路70キロで走ったんでちょっと遅いのかなみたいな、煽られるっていうほどでもないんですけどね。ただ2車線あったら抜いていきたいんだろうなみたいな感じはします。早く出来上がってほしいですね。トンネルももうだいぶ形になってるみたいです。青垣富山トンネルっていう名前ですね。これ青垣内山トンネルではなく青垣富山トンネルと言うらしいです。ちょっと距離が読めませんでした。買うつもりで行って空振りしてパン買わされてしまったんで、ちょっとパンかじろっかな、しばらく何もないでしょうね。ミルクとバターのフランスパン139円、これを買ってみよう。真ん中の
帯がこれ雑草がボーボー生えてるだけなんやったらもう一車線欲しいですけどね。有田インターを越えたあたりから阪和道に入りまして、そこから2車線やと思います。あとちょっと有田インター手前まで湯浅御坊道路っていう道路でちょっと阪和道じゃなくなるんですよ。まあ一直線につながってるんですけど、名前が変わるんですけど、今現在は阪和道です。阪和自動車道と書いてますね。ごぼう南まで2キロ、ごぼうインターでは出られません。ごぼう南は出口のみで入り口はないのかな。で、ごぼうインターは出口がなくて入り口なのかなみたいな、そんな感じかと思います。左手ご覧ください。多分道路工事かと思います。左側に2車線くらいの幅作るんかな。で、今対面通行の分が2車線2車線になるかと思います。こちらの方はまだもうしばらく時間がかかりそうですね。まだ道路の形になってませんでしたね。この先まだもう一個、あ、トンネルはもう一個できてるな。カメラで見えるかな。トンネルだけできてますね。2車線2車線になりますね。ここもこれまあないよりマシっていうかね、昔は国道42号しかない時は大変不便やったんですけれども、大阪から白浜の方まで200キロぐらい、200キロもないかな、それ行くのにね、もう本当に5時間も6時間もかかるような感じだったんですけど、高速道路ビューッと行ったら別に2時間ぐらいで行くかなみたいな。まあ高速道路できたおかげでね、所要時間半分くらいになったんですけれども、まあ1車線区間が長いので追い越しレーンとかもないので、まあ1車線2車線でしていただいたらもうちょっとスムーズかなと思います。はい、131キロポストあたりで9時58分、御坊南出口です。131キロポスト、出口の手前で一旦ちょっと譲りレーンみたいな感じで中途半端にね、こうやって2車線になるんですけど、これが危ないんですよね。もう矢印出てて、杭が立ってて絞り込んでるよっていうところ無理やり突っ込んできたりとか結構あるんですよね。そういうのも嫌やわと思うんですけどね。70キロの道路70キロで走っとって別にノロノロ走ってるわけじゃないんでね。まあ、2車線にして追い越し車線早く作ってほしいなと思います。はい、御坊トンネルが 340m です。まだこちらもう一個反対車線になる予定のトンネルはまだできてないですね。まだ何年かかかりそうですね。こんな感じで見てますと、はい、御坊トンネル抜けるとこれより湯浅御坊道路と書いてございました。はい、御坊インター入り口です。この先合流ランナー、出口なかったから御坊インターっていうのは取り消します。御坊入り口です。御坊入り口10時ちょうどになりました。 129.2km、 制限速度は70キロ。
川まで11キロ、有田南まで17キロ、大阪は115キロです。現在地 127.8キロ、ポスト10時1分になりました。ぼーっとして速度落ちないようにご注意ください。わざわざ黄色い看板で速度チェックと書いてございます。別にね、90キロ100キロ出してくれと言うてるわけじゃなくて、70キロの道路50キロとかで走ってくれるなよって、そういうことかと思います。スピード違反して飛ばしてくれっていう意味ではございません。川辺第二トンネル570メーター、なるべくぼーっとせず、失速せず、走ってあげてください。飛ばしてくれとか、無理してくれとかいうわけではなく、道路が70キロとなんだったら、まあ70キロなりの走り方してあげてほしいなと思います。これをね、120キロぐらいでバーッとかっ飛んでいくって言ったら、またそれは全然別の話になってくるんですけれども、
りました。合流があります。注意してください。右側に新しいトンネルできてますね。かなりできてますね、もう。鳥松山トンネル、1860メーターです。早すぎると置いてかれるし、
遅すぎるともうちょっと出してくれよってなるし、絶妙ですね。はい、左手に、トンネル見えてますね。新しいトンネル、こちらまだできそうにないです。しばらくかかりそうですね。はい、湯浅トンネル 601m です。あるかと思うんですけどね。大阪方面行きは湯浅、入り口はございません。ご注意ください。左に見えてる綺麗な道路、これ入り口かな。湯浅入り口かと思います。これなってるんじゃないかな。
らですね、千円さんの。はい、有田川渡ります。目の前に見えてる段々畑みたいなやつ、有田みかん植えてんのかな。山の斜面で取るんかな、みかんは。みかん畑っぽいですよね。長峰トンネル 3830m です。ハイウェイラジオ、ここからラジオあるみたいですね。
があります。注意してください。富士城トンネル1810m、 海岸東はね入り口しかなかったかと思うんですけどね。
前でやめとかないと76超えてくると、スピードオーバーということで会社に怒られるんで76は出せないんですよ。で75以下で走るわけなんですけれども、まあ道路、この高速道路の制限速度自体80キロなので、国が認めてるのは80キロ、会社が認めてるのは76までということで、国が認めてるところまでも出せないんですよ。そういうちょっとストレスがある中、75キロやったら75キロで走りたいんですよ。70キロで走っても別に違反ではないんだけれども、で5キロ落としますと1時間走るとその5キロ分変わってくるんで、まだあと1時間半ぐらい走らないといけないんでね、これぐらいのペースで走ると75で走った時と比べると5キロ10キロ変わってきますので、到着時間はまあ40分しか変わらないんですけれども、ちょっと抜きたいですよね。抜けないんですけどね。遅いんやったら遅いで70ぐらいで安定して走ってくれたら抜けるんですけども、75を超えてきたりするんですよ、目の前走ってるローリーがね。遅い時は60ぐらいまで落ちるんですよ、80キロの道路で。まあしんどいですよ、後ろ。スピード調整か。多分どっかね、インター降りてくれたらラッキーなんですけど、あの車も大阪まで帰るんじゃないでしょうか。キロポストです。10時29分、またちょっと70キロ切ってきましたね。ちょっと今登ってたからかな、下ると今度はスピードが出るかもしれません。今70ちょっと切れてるぐらいです。しんどい。本来和歌山インターがメインのインターで、和歌山南みたいなのは最近できた、追加でできたちょっとおまけみたいなインターなんですけども、本体の和歌山インターよりもたくさん看板がございます。というのはですね、ETC 車載機を持っておられない方は通行できないからです。スマートインターと呼ばれております。他の ETC と違いまして20キロで走るじゃなくて一旦停止です。 ETC カード持ってますよじゃなくて、車載機に挿してないと通れません。で現金の方も通れません。和歌山南スマートインター出口を越えて次入り口合流ですね、 92.4 キロポストあたりで4じゃないかな 92.2 キロポストあたりで和歌山南スマートインター合流がございます。10時31分です。制限速度80キロ、92キロポスト、はい、大阪の方に向かってどんどん数字が減ってまいります。 91.8 キロポスト、吹田インターが0キロポイントです。嫌な看板が出てきたね。左車線なくなるの？工事か？2車線のままでいいよ。工事やな。工事、500m 先工事ならば仕方がないけれども。はい、和歌山インターまで3キロ、和歌山ジャンクション8キロ、大阪まで78キロです。80キロ超えたとかいうわけではございません。76キロに達してしまったので
ってる車には悪いんですが、これ4秒以上速度超過継続すると、始末書書かないといけなくなるので、悪いですが急ブレーキでスピード落とさせていただきました。こういう足かせをつけることが安全運転やと思っておるっていう、ね、そういう会社のものの考え方がもう一つ気に食わんのですけれども、それを言うとやめなければならなくなるので仕方なしに、ね、黙って働いておりますけれども、こういうふうにルールを決める偉いさんたちは頭が悪いなと本当に常に日頃思っております。無責任にルールばっかり作って、でこうやって支障があってもね、ルール一旦作ったやつなくなりませんからね。立場にある人間は言うか言わないかを考えてから言うてほしいもんですね。本当に迷惑なんですよね。世間並みのスピード80キロの道路80キロみたいなことも走れないわけです。 88.8 キロポストちょっととろめを言わせてください。はい、888を超えまして、まもなく和歌山インター出口88534分、 88.4 キロポスト和歌山インター出口。この先合流があります、注意してください。88キロポストあたりで、和歌山インター入口合流ございます。10時34分、88キロポストです。この先の和歌山北は、出口ございません。和歌山北入口のみです。それを越えますと美濃川サービスエリアと和歌山ジャンクションがございます。ちょっとどっちが先やったかちょっと忘れましたので行ってみましょうか。おそらく和歌山ジャンクションが先ですね。で和歌山ジャンクションご利用の方、京奈道に行かれる方は美濃川サービスエリアご利用できなかったかと思います。ちょっとうろ覚えなんで行ってみましょう。はい、間もなく紀の川という大きな和歌山を代表するような大きい川を渡ります。勝手に代表するとか言っていいんかな。代表するかと思います。はい、87キロポスト10時35分です。エバーグリーンの倉庫が見えてまいりました。あの辺り和歌山北でございます。和歌山北の入り口が見えてまいりました。出口はございません。この川の土手沿いに県道が走ってまして、あのそこから入ってくるんですけどね、県道何番やろ、ちょっと川だび文字がちっちゃくて読めないけど、この先木の川サービスエリア3キロ、岸和田サービスエリア30キロとなっております。はい、左からの合流は、和歌山北入口です。86キロポストで合流いたします。10時36分。はい、80キロの道路なんですが50キロに規制がかかっております。右側車線今工事中ということで50キロ規制です。和歌山ジャンクションまで2キロですね。和歌山ジャンクションが手前で紀の川サービスエリアが多くになるかと思います。なので京奈和道の方に分岐される方は紀の川サービスエリアご利用になれませんのでご注意ください。何の工事やろね、これ工事作業中ということで50キロ規制が出ております。はい、木の川サービスエリアここから2キロですね。おそらく 2,300 メーター先になるんでしょうね、あのジャンクションから500メーター違うか、500メーター先ですね。京奈和道まもなく和歌山ジャンクションで京奈和道無料区間ですね。岩手橋本方面、和歌山県の中でも
山の中を通る感じです。まもなく 500m ほどで、和歌山ジャンクションですね。84キロポスト、こちらの84は吹田インターから84です。サービスエリア直進 750m とございます。サービスエリアから京奈和道まででは行けませんのでご注意ください。 83.6 キロポストで、和歌山ジャンクションです。京奈和道の方はこちら行ってください。ただいまの気温17度ですね。10時38分、上に見えておるこの高架は、和歌山ジャンクション京奈和道に行く道です。はい、この左側、83.1 キロポスト木の川サービスエリアですね。大阪方面行きはガソリンスタンドは入り道かと思われます。この先合流があります、注意してください。 82.6 キロポスト 82.5、 82.4 あたりで合流となります。木の川サービスエリアからの合流です。はい、上の方に見えておりますのが、これが、なんだっけ、和歌山ジャンクションじゃなかったかと思いますが、どうだろうね、どこでつながるんだろう。まだ先なんでしょうかね。終わってますので制限速度80キロです。80キロの道路なんですが、70キロそこそこで走ってる車が前に2台いますね。トラックとタンクローリーで、はい、81キロポスト、すごいな。右下を見渡しますと和歌山市、一応なんていうとこかな、わかりませんが、すごい街が広がっております。遅いな、70キロ切るんやったら東半車線行ってくれよ。もう70キロ切ってまいりました。67くらいですね今。和歌山ジャンクションの合流かと思います。和歌山ジャンクション京奈和道からの合流が左からございます。80キロポストあたり、今 79.9 ですね。 79.9 で合流、10時41分です。阪南まで6キロ、泉佐野ジャンクション14キロ、関空27キロ、阪和道大阪が67となってございます。話題でいけば、阪神高速6号大和川線が3月29日やったかな、まだ開通したばっかりなので、ね、私の動画でも何回か2、3回ご紹介してるんですけれども、そちらを通って帰るともう1回ご紹介できるのかなという気はしますが、ちょっと遠回りになりますし、今日はちょっと遠回りしても、ね、残業にならないので、っていうか定時にもならずに帰ってしまって残業ゼロで左じまいで帰りますので、このね、窓もね、虫がいっぱいへばりついてる。これブラシでこすってからじゃないと帰れないので、ね、もう
より寄せてまっすぐ帰ります。ということで本日は関空道の方を抜けて帰ります。阪神高速4号湾岸線に抜けます。阪神高速4号湾岸線はしょっちゅうもうね私の動画お伝えしておりますので今日はお伝えしません。ということで関空道臨空ジャンクションから阪神高速4号湾岸線泉佐野南のあたりでお別れになるかと思います。あともう少し、20分ぐらいあるんかな。よろしくお願いいたします。10分ぐらいで泉佐野ジャンクションはちょっときついかな。前走ってるやっぱローリーが遅いね。 77.6 キロポストです。10時43分。あの車がどうも70キロ切ってきたりするんでね、遅いわ。その遅いやつをいけないんですけどね、本当スピード出してはいけないという縛りがあるので、まあストレスもたまる本当に。はい、77キロポスト和歌山県、さよなら。大阪府に入ります。大阪府阪南市です。ますけれども、カーブも300もあるということで結構きついかと思います。ただまあ制限速度ぐらいで走っても全然曲がれるので落ち着いて、急ハンドル切ったり急ブレーキしたりすると単独事故で画面の方にガチャンと行ったりするかもしれないので、落ち着いて走られたら十分制限速度でも曲がれるので落ち着いて運転してください。特にスピード落とす必要はないかと思います。また落ちてきたなスピード。どうか、はい、また落ちてまいりました。何をしながら走ってるんやろな。はい、阪南出口です。阪南出口、入り口はなかったかと思います。阪南出口は 74.5 キロポストあたりやったかと思います。10時46分。
この先合流があります。注意してください。これシビレ切らして私の前にこれ入ったんですよ、こいつ。私が遅いと思って私抜いたらええわと思って入ってるけど、その前走ってる2トン車もっと遅いからね。私もそいつ抜きたいなと思ってるんやけども、ほら追いついた。でその2トン車の前を走っているタンクローリーがもう一つ輪にかけて遅いからね、少なくとも車2台ぐらい抜かないと気持ちよく走れないよみたいな。スピード80キロでも出せるんやったら抜きゃいいのにね。今65キロぐらいまで落ちました。おそらくあのタンクローリーが上り坂で失速してるのかと思います。1車線じゃなくて2車線なんで、抜こうと思えば抜けるっていうのが救いですよね。1車線区間でこんな走り方されたらもう本当にどうしようもねえなってことになるんですけど、はい、泉佐野ジャンクションまで4キロになりました。関空まで17キロ、大阪まで57キロです。70キロポスト、この70キロは吹田インターから70キロです、はい、69.9、 10時49分になりました。関空まで17キロやったかな。ということであと3分ぐらいでお別れになるかと思います。関空までは行かないですよ。その手前の臨空ジャンクションで阪神高速4号湾岸線入りますので、69キロポスト、左方向です。この辺りは左を見るともう海が見えるぐらいの感じですね。まあ、近くはないですよ。遠くに見えるんですけどね。山と山の切れ目から海が見えて、関空が見えて、ちょっと飛行機が飛び上がるところが見えるかなみたいな、そういう景色でございます。ただちょっと横見ながら運転するわけにいかないので、霞んでるんで、あの海の方見えませんね。68キロポストです。10時51分、はい、間もなく泉佐野ジャンクション、およそ1キロ先分岐を左方向です。泉佐野市に入りました。また70切ってきたか。左方向です。ちょっと霧みたいなっていうのかな、全然見えへんな海が。67キロポスト、ノロノロ軍団みんな雨戸行かない、こっちに行くかね。そんなことかと思ってたけど、この先合流があります。注意してください。その先料金所です。泉
泉佐野ジャンクションです。ちょっと何キロポストか見るの忘れました。10時52分。上の方出口、今前走ってたトラックが上の方出口出ます。まもなく料金所です。左側が上の方出口、こちらの右側 2つこの ETC、 こっちの方は関空道に行く方ですね。制限速度80キロです。 4% の強い下り坂が待ち構えております。はい、泉佐野の街並みが見えてまいりました。まで3キロ、臨空ジャンクション5キロ、関西空港12キロとございます。動画の方あと5分くらいで終わらせていただきますので、よろしくお願いします。今回の動画はいつもと違いまして、ちょっと車両がね、中型車、4トン車っていうことで、かなり振動がきつくて、ね、ノイズも大きいんですけども、またトレーラーとかで、もうちょっと画質増しな状態で撮影できるときに、また改めてお伝えいたします。のあたりから距離打ったりますね。今 2.9 キロポスト、次3キロポストがもう間もなくですね。関空の中までキロポスト引っ張ってんのかな。多分そうですね。泉佐野ジャンクションが0キロなのか、上の方の出口の料金所が0キロなのか、ちょっと0キロポイント読んでませんでしたけれども、今 3.3 です。3.4、 3.5、 3.6、 間もなく4キロポストあたりで、泉佐野の臨空タウン出口ですね。国道26号481、この481っていうのがこの関空道の真下を走っている国道です。左方向です。26号は南北に走ってる道路ですね。大阪方面に向いて走っております。はい、この辺り 4.4 キロポスト辺りで国道26号をまたぐような感じですね。臨空ジャンクションまで 1.5 キロ、はい、4.6 キロポスト、前に見えておるのはなんていうやつでしょうね。リンクタワーとかそんな感じかな。ちょっとわかりません。およそ1キロ先、リンクジャンクションまで1キロ。左方向です。カーナビにもね、あのビルがなんていう名前なのか書いてないんですよ。ちょっとご紹介できないですね。一応あのビルがあるあたり、リンクタウン駅っていう駅があるんで、電車の駅がね、の駅ビルなのかもしれないけれども、なんとかタワーっていう名前がついててもおかしくなさそうですよ。関西空港自動車道、まもなく臨空ジャンクションですね。はい、こち
らリンクジャンクションです。まっすぐ行きますと関西空港の方に入っていきます。関空道制限速度80キロでしたが、阪神高速ここからとございます。ここから阪神高速4号湾岸線大阪方面行きですね。制限速度60キロです。本線料金所がね、泉佐野南のあたりに本線料金所がございます。それ超えますと80キロに制限速度上がります。そこまでは60キロですね。はい、左からの合流は関西空港から出てくる、車になります。関西空港のリンクレインボーブリッジかなんか大層な名前ついてるやつですね。あっちから来る分です。はい、制限速度60キロです。関空道ではなく阪神高速4号湾岸線入っております。料金所まで 800m。 この先合流があります。注意してください。その先料金所です。41キロとなりました。現在岸和田北の手前ぐらいでしょうかね。岸和田じゃないな、泉佐野の北のあたりでしょうかね。はい、このあたりで動画切らせていただきます。ご視聴ありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いします。失礼します。